ぬいぐるみ取るのうまいな。あんなすぐ取れる人初めて見たわ。あないなもんちょろいもんやったで。時間あったら店中のぬいぐるみ取ってるわ。ほんま？ほんなら今度一緒に行くときもっといっぱい取ってな。任せとき。
っちゃセレブって感じするわ。言うても二人で来たってしゃあないやろが、こないなとこはもっと大人数でシャンパー開けてパーッと楽しむもんやで。そんな友達おらんもん。そうなんか、そら意外やな。親と喧嘩して家出するような不良娘と仲良して止めてくれる子はめったにおらんし、おってもその子の親に追い返されるし、今のバイトで知り合うた子とかもおるけど、普段から連絡取って遊ぶような友達とちゃうし、せやからみんな仕方なく街で男捕まえてホテル泊まったりするけど、やっぱり危ないことの方が多いし。牧村誠っちゅうやつは、そないな行き場のない子が夜の街で妙なやつに悪さされんように仕切ってるっちゅうことか。せやけど中には危ない客もおるやろが。せやからそないな人に会った時はすぐに誠さんのポケベルに連絡入れんねん。そしたらすぐに飛んできてくれはるから。ああ、そういえばさっきもそないなことを言うとったな。牧村っちゅんはそない喧嘩が強いんか。強いなんてもんやないって。筋肉もりもりで背もめっちゃ高いし、大抵の人はカッコ見ただけで謝って逃げるわ。ほう、そらごっついの。あ、うち踊ってくる。なんや、ビップルームはもうええんか。ディスコに来たらやっぱり踊らな損やろ。うちお酒飲めへんし。そういうとこはまだまだやな。ちょっと話してえな。やっと見つけたで。自分の出入りしそうなとこ片っ端から張ってたらいつか会えると思ってたわ。何？うちに一体何の用や。とぼけても無駄やで。この前の礼させてもらおう思てな。俺に散々怒らせた挙句、そろそろホテルに行く頃やっちゅう時にごっつい男呼んで俺をボコボコにしてくれたやんな。あんたが悪いんやろ。うち見たんやで、あんたが飲み物に睡眠薬混ぜてたの。そんな男についてくはずないやん。なんや、今日はこの前の男はおらんのか。おらんのやったら読んでもかまへんで。そん代わりこっちも人連れてきとるからな。あんた最低やな。なんとでもいい。待ちや。ああ、なんやわれ、自分もこの天のおもりなんか。何勘違いしとるんや。俺はそない女のことなんて全然知らへんで。ただお前らが邪魔やから言うとるんや。なんやと。ディスコ言うたら踊る場所やろ。女ナンパしたいんやったらドンスでええとこ見せたらええやないか。今から俺が手本見せてやるさかい。そこどいて場所開けや。アホ抜かすのも大概にしとけや、このボケ。そない踊りたいんやったら踊らしたるわ。ただし俺らのサンドバッグとしてな。おう、表出ろや。
っちゃいかす。ま、ざっとこんなもんや。せやけど、男を出しにして金稼ぐのほどほどにしときや。今たまたま俺がおったけど、いつでも例の牧村藩を呼べるとは限らんやろ。言うても誠さん、いつもすぐ近くにおるからな。読んだらほんますぐ来てくれんねんで。そうなんか。誠さんな、普段整体師やってはるの。小福町南にあるほぐし会館ってお店。ほんまか。そしたらそこ行ったら本人に会えるやろか。多分な。あこちゃん、今日は大きにな。ほんまに助かったわ。ほな、こっから先は本人に取材してみるわ。あ、うちが言うたってことを内緒にしてな。五郎さん、ええ人やから特別に教えたけど、ほんまは誠さんのこと内緒なんやから。分かってる分かってる。せやけど、ほんま信頼しとるんやな、牧村藩のこと。そらそうやん。あの人おらんかったら、うちも今頃どうなってたか分からへんもん。そら、さすがに褒めすぎとちゃうか。女に優しゅうするのも案外下心あってのことかもしれへんやないか。そんなん絶対ないって。蒼天堀には誠さんに救われたって子めっちゃ多いんやから。男に騙されてひどい目合わされて自殺寸前のところを救ってもらったって子もおったし、うちらにとってほんま神様みたいな人やね。花へええ人疑ったら罰当たるわ。ふーん。あ、でもただ一つだけ誠さんから頼まれてることがあんねん。頼まれてること？うん。もしお客さんの中でコウモリの入れ墨をした男の人を見たらすぐに教えてくれって。コウモリの入れ墨をした男、誰なんやそれ。うちも詳しくは知らへんけど、誠さんずっとその人を探してるみたい。誠さんからなんか頼まれることなんてそれくらいしかないから、バイトしてる子はみんな協力して探してるんやわ。なるほどな。それで最初俺が入れ墨しとる言うたら食いついてきたんか。そういうこと。女を使って男を探してるか。あ、あかん。そろそろ次の人と待ち合わせの時間や。次やと？まだ遊ぶんか。ほな、うちはこれでバイバイ。たまにはうちに帰れや。気が向いたらな。
なんや。Yeah.